これで倒せたね。あれ、フィゼル、なんでそんなに元気なの？本当だ、なんでだろう。なんか苦しかったのが嘘みたい。でも安心はできない。ともかくオートまで戻ろう。対策本部にたどり着いた俺たちはカーディナルのところを訪れ、フィゼルに毒が残っていないかを調べてもらった。結果、フィゼルの体には毒がわずかにも存在していないと分かった。いやー、一時はどうなることかと思ったね。まったくだよ。でも結局フィゼル、あの戦いの最中に急に元気になったよな。解毒薬が時間経過とともに効いたってことなのか。何なんだろう。まあ薬の影響もあるんだろうけど、きっとキリトに元気づけてもらったからじゃないかな。体がカーッと熱くなるような感じになってね。それってもしかして真意の力か。フィゼルが許せない自分を捨てて前を向こうと決めたことが力になって、あの薬を媒介にフィゼルの体の中に新たな抗体を作った、そういうことなのかもしれない。なるほどね。じゃあ私の体には新種の毒素に対する治療薬が入ってるわけだ。こりゃ血を抜いてもらって培養しなきゃ。で、量産すれば毒問題も万事解決だよ。あ、そういえばキリトが私のために拾ってくれた花ってどうなったの？え、あれか？解毒薬に使ったぞ。解毒薬？なんでよ。いや、フィゼルが教えてくれた材料の中にモーラムの実ってやつがあっただろ。あの花のステーシアの窓を開いてみたらその名前が分かった。モーラムの花、あれはなくても大丈夫って聞いたけど、万能だって言ってたし、念のために入れることにしたんだ。なるほどね。だったらそれも良かったのかもしれないわ。あ、モーラムの実は万能薬だって言われてるの。でもなかなか手に入らないらしくて、珍しい花だと思ったらモーラムの実になる前の花だったのね。なるほど、それが聞いたんならよかった。でも私はそう思いたくないかも。え？だって思いの強さで病気が治った方が夢があるじゃない。多少説得力に欠けているとしてもね。なあ、そうだな。どうしたのキリト？なんか逆に不安になってさ。さっきの空元気を見てたから。フィゼル、今度は本当に元気になったんだよな。あ、なんか恥ずかしいな。確かにあの時はキリトに心配かけないようにって無理に笑顔を作ってたんだけど、今は違うよ。体は元気だし、私にできることがたくさんあるって分かって心の底から嬉しいんだ。そうか、安心したよ。いろいろ心配してくれてありがとね。嬉しかったよキリト。